こんにちは、トシです。今日の一日一ポーズヨガはブーン、プス、片足開脚前屈のポーズ。それでは、やっていこうと思います。では、まずは準備のポーズをして始めていきましょう。じゃあ、体を横に倒していきます。左右2回ずつぐらいはやって体を少しずつ温めておきましょう。またひねります。次は最後にバンザイをいきます。バンザイをして手を上で合わせましょう。はい、じゃあこのまま開脚、片足開脚前屈のポーズいきます。じゃあ片足をあぐらの状態から、伸ばしてで、背筋はまっすぐで、息を吸って背中と顎を少し伸ばします。で、吐きながら手は前に出しながら前屈します。戻ります。じゃあ足を変えましょう。息を吸って背中と喉を伸ばしてそのまま前に倒れていきます。では戻ります。ではもう一回ずついきましょう。息を吸って体を伸ばして吐きながら倒していきます。手は滑らせます。で戻ります。もう一回足を入れ替えて息を吸って体を起こして吐きながら倒れていきます。はい、では終わります。左右で足の硬さの違いがある場合が多いと思います。僕の場合は右側が硬く感じました。左右の差がなくなるように続けていくといいと思います。次回はラクダのポーズ、前に優しいラクダのポーズをやったと思いますが、今度はちょっとなんかすごい曲がってます。それではチャレンジしてみましょう。バイ。